かすみちゃんはおそらく山吹さやちゃんを呼ぶための富山かすみちゃんか。さあ来ました。おそらくこれが事実上のラストチャンスになってくるかもしれません。どうも皆様です。というわけでマシが送ります。バンドリー。さあというわけでガチャが更新されました。スクールライフメモリーガチャーということでメンバーを見ていきましょう。まずは星4山吹さやちゃんのつながる絆来ました。ハッピータイプのスコア最大 115% アップの山吹さやちゃん。朝日にも負けないこの山吹さやちゃんの眩しい笑顔をゲットしたいと思います。続いて星4牛込りみちゃん、通じ合える関係。実はウェディング限定以外のりみちゃんを全てゲットした私マーシー、このりみちゃんもゲットしてコンプリートに拍車をかけたいと思います。そして星2の富山かすみちゃんの全力インタビュー。今回ねさやちゃんのためにガッツリスターを用意しておりますので、こちらのかすみちゃんも確保したいと思います。はい、ということで今回は私の大好きな山吹さやたそが星4として来ましたので、用意したスターは26000個、100連分を用意しております。最近ちょっと無償スターよりね優勝スターを上回ったの見たことないですけど、このスターを使ってさやちゃん狙っていこうと思います。それではいきます。10連分スタート。さあ今回どうしようかな。山吹さやちゃんがまあ当たればそこで止めてもいいんじゃないかなと思うぐらいのね気構えでやっていこうかなと思います。さあ画面は黄色になっておりますけれども、それでもここにあります私消化のマーシーという異名を取っております。その消化っぷりをぜひとも見せていきたいところでございます。さあ見事に消化をしました私マーシー、まだまだ諦めません。20連目、さあ来ました。これが山吹さやちゃんチャンスでございます。ここで当てていこう。よーしよーしよーし、これで終わりましょう。今回のガチャは短かった、そう言って終わりたいぶたそう。みんな私の自慢の友達です。久しぶりに当てたな、パワフルタイプの最高のおもてなし。隣の子なのよ今回は。ああ、そうか、かすみちゃんそろそろ来てほしい。え、来ました、全力インタビュー富山かすみちゃん。さあまあ見事にすり抜けましたが、見事に星2の富山かすみちゃんをゲットということで、幸先の良いスタートなんではないでしょうか。さあこの30連目、まだまだ星4が出る可能性は大いに残っている。さあということでこれがラストチャンスになる可能性があるのか。さあタップする手も次第に重くなってきます。未知への挑戦、じゃあ未知との遭遇、ヤシオルイちゃん、私も未知とのサーヤちゃんと出会いたい。さあどうなるこの虹、かかない、胸が震えたよ。そうか、本当にまあ隣にいたな。さあまたすり抜けてしまいました。なかなかに面白い展開になってきております。さあ残り40連じゃなかったですね、残り30連。さあどうなるか、このロード、これはまさに新規のロード、私は駆け上がる今回のガチャでも。さあ来い。あれなんかね、ルルルルルって感じ。お、おいしいです。白組頑張れ。星さんのオンパレード。さあ残り60連、どうなってくるのか。星4自体は出ております、ただ今回ピックアップが仕事をしていないだけです。可能性は十二分にあります。あと1回は星さんが出る可能性が残って、星4でした。来ました。そんなこと言って嬉しいくせに。我が天使上原ひまりちゃん、ちなみに今は嬉しくありません。すごいアフターグローだったな。さあ来るか。ああ、さあやはりのっけがすごかったから後半どうなってくるのか。相変わらずインタビューだけはされている、確かに全力です、全力すぎるほどのインタビューが来ております。さあというわけでかすみちゃんが大量に出ております。ただしこのかすみちゃんはおそらく山吹さやちゃんを呼ぶための富山かすみちゃんか。さあ来ました。おそらくこれが事実上のラストチャンスになってくるかもしれません。さあどちらでも構いません、新規が来れば爆死ではない、うん、私もこの歌詞好きだよ。初期のナナミンが来ております。広がる景色、そう広がる新規への景色、それが見たい、ただひたすらそれが見たいがためにタップをしていく。どうか私に未知の山吹さやちゃんを見せてほしい。行き先はどちらまで、当然さ、当然さ、当然さ。なんか涙出てきた。